ミヒラの的始まるよー。はい、今日も元気です。元気が取り柄です。今日の企画なんですけども、うん、ミヒロさん、はい、ミヒロさんといえば、うん、ミヒロさん自身も言ってはったんですけど、うん、世間に一番認知された番組っていうのが、うん、キス我慢選手権って言ってたじゃないですか。言いました。あの、僕もその一視聴者やったんですよ、うん、で、あれ見てて相手役、はい、あのひとりさんとか、うん、あれを、うんうん、めっちゃあの役やりたい多分世のあれを見てた世の男の人はみんな思ってたと思うんですよね。でも我慢しなきゃいけないんでしょ。チューするんじゃなくて。我慢、それは我慢しますよ。はい。だけど、うん、あんな責められてみて、責められてじゃないか。迫られた。はい。はい。あ、けど、あん、ね、あの、迫られた、あの、何言ってんの、ね、大丈夫ですか、はい、今日。です。はい。いや、あのね、だからその、あの、キス我慢の相手役、うん、まあ、ひとりさんの役を、うん、みんなやりたいと思ってたと思うんですよ。おぉ。世の男性は。あんまり女子からグイグイに、あの、チューしようみたいな感じ、あんまないですもんね。うん。うん、なので、はい、今回はですね、はい、ぜひ、これもみひろさんにしかできない。お、視聴者さんに、みひろ疑似体験してもらいたいなと。みんな我慢できるかな。もうどうします、もうスマホの画面にチューしてる人続出したら自分のキスマークが携帯のね画面についちゃう可能性はあるかな。だからここで、まあ、外選んで、うん、カメラ視聴者さんが旦那さんとか、うん、カメラが知ったんださ、彼氏とか、はい、愛人とか、愛人、うん、最高だね我慢できますかね。ねえ、ちょっと大丈夫ですか今日。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。公私混同しないでくださいね。してないですよはい、はい、じゃあちょっと早速私設定考えるから、はいはい、みんながキスしたくなるような、でも我慢させるような。 OK、 一個考えた。考えたあれでいこう。うん、あれでいこう。よし、みーちゃん最高したいんでしょ。ん？しょうがないな。チューしちゃおっかな。
トヤさん。こういうシチュエーションどうかしら。最高やないかい。イエーイ。どうでした？え？やってみて。いやー、なんかいろんな妄想膨らんじゃいましたね。うん、キスするシチュエーションを考えるのちょっと楽しかったりする。どうやったらみんな、なんかキュンって来てくれるかなみたいな。っていうね、考えながら、やって、はい。まあ、まあ、ブランクありますけど、キス我慢の撮影からね、まだ腕は落ちてないんじゃないかななんて、思っちゃったりなんかしちゃったりして、はい、どうですか？みんな、あれじゃない？思わず、携帯にチューなんて、した人いたんじゃないですか？画面に？うん。けど、みひろさんのね、考えたシチュエーション。まあ、キッチンはわかるんですよ。うん。あの、みひろさんに甘えたら、チューしてくれるんやって、ちょっと思っちゃいました。あー！でも、甘えられたら、なんかちょっとなんていうのかな、姉御肌みたいな感じになって、もうしょうがないなみたいな気持ちになるって思った。わかりました。わかりました。ちょっとよくわかんないですけど、メモっとこうかな。はい、そんな気質が私にはあるんだなって思いました。うん、はい。なのでね、もしこれが好評だったら、第2弾考えちゃおうかななんて思ったりする。で、今度はみひろさんに我慢してもらう企画もやろうかな。私が我慢する？我慢する。ほー、足つぼとか。あー、そっちか。そっち、激痛に我慢とか。うわー、激痛ね。このチャンネルでもちょっと勘弁してください。体張ってもらいましょう。ちょっと勘弁してください。私いくつだと思ってるんですか。体いたわってください。本当にお願いします。はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。もう今回ってるんですか？今回ってないですよ。あ、アップからもアップからいきます。いいですか？はい、キスして。森内さんやないか。怒られそう。視聴者の皆さん、ごめんなさい。